何枚目でしょうか。44枚目で今のところグラビアで最多で、やっぱり相当こだわりがある。そうですね、なんかアピールポイントが今までなかったので、DVD 最多っていうのは一番押せるというか、で今ゆうりちゃん、森下ゆうりちゃんが40何枚目かなんですよ、 DVD が迫ってて、でおっぱいですごい頑張ってらっしゃるじゃないですか。なんで自分も今回ちょっとおっぱいをアピール、ちょっと勝負を挑んでみる、ちょっとおっぱいで勝負してるかなっていう感じですね。彼と旅行のバスから始まり、温泉でセーラー服着てるんですよ。でもう28なんで、10年前ぐらいのことを制服を着てやるってことがなかなかなくて、温泉でセーラー服をべちゃべちゃに濡れて、なんかこれ大丈夫なのかなっていう、黒い編み編みの後ろにあるんですけど、結構お尻をこう突き出してる、もう 夜のナイトシーンなんですけど、これがすごい編み編みの衣装でなんかセクシーな感じなので、胸もちょっと頑張って寄せてあげてそうですね、これも畳でなんか服を脱いでこれになるんですけど、この赤いのもなんかちょっと勝負下着みたいな感じで、これもう脱ぎそうなシーツにくるまったやつとかは結構胸をアピールしてますね。はい、この白い衣装なので、これもスケスケでちょっとお尻が見えそうなスケスケなので、今回もスケスケで頑張ってます。はい、ゆっくり一体としてもらっていいですか。はい、ハートがポイントですかね。はい、セクシーになりたいんですか。なりたいです、ちょっと。でも永遠のロリータのなんか熟女ロリータで頑張れってみんな言われてるので、たまにはセクシーも。はい、皆さんこんにちは、浜翔子と浜田翔子です。今回は44枚目の君にかけるの DVD の発売イベントです。今回はこの感じでお尻を頑張ってアピールしてるのと、後ろも結構胸とかもアピールしてますので、皆さんセクシーに頑張りましたので、よかったら見てください。これからも浜田翔子の応援よろしくお願いします。バイバーイ。